大海鉄道電1系電車。大海鉄道電1系電車。大海鉄道で日型電車は、大海鉄道が自社の保有する路線の電化完成に際して1924年、大正13年に申請した大海鉄道発の電車、制御電動車である。本校では、電1型が電装解除、制御車化された後に生した車両形式である。 区派21系電車、初代区派223型電車、区派湯24型電車、及び全計各形式の車体を対価名義で戦後に、竣工した区派1系電車、2台についても記述する。大見鉄道は創業以来、保有する鉄道路線の動力に、蒸気動力を用いていたが、関東大震災以降急速に普及した自家用車及び、 乗り合いバスへの対向上、運行経費節限並びに運行速度向上を目的として有する路線の電化を計画した。電化工事は1923年、大正12年12月28日付認可によって開始され、1925年、大正14年3月12日に、大見鉄道本線の一部区間、彦根高宮間及び、多賀線全線、宮多賀間が、 架空電車線方式、河川電圧 600V 規格によって電化された。電化完成に際しては、電一計1から5の5両の電車が申請され、同日より運行を開始した。同5両は1924年、大正13年12月24日付認可によって、加藤車両製作所において申請された木造ボギー車で、台車に、日本国内では、 唯一の採用例となるドイツリンケ・ホフマン、LHL 社製のものを採用した点が特徴であった。大見鉄道本線のうち、非電化のまま残存した高宮・木深和間については1928年、昭和3年4月18日付で電化されたが、同区間は、河川電圧を1500ボルト規格とし、同時に、既存の電化区間についても、同日付で、 河川電圧を1 5 0 0トに昇圧した。河川電圧昇圧に際して、電一型は全車とも電装を解除して付随車となり、左派 21K21 の25と解消、解板された。1930年、昭和5年には全車とも運転台機器を再設置して、制御車区派2 1系初代21.22、荷物、合わせ作り制御車、区派23型23。 郵便号作り制御車、区波二十四型二十四点二号とそれぞれ解消。その後九百四十七年、昭和二十二年に、同形式の交代化改造名義で申請された、反抗性車体の制御車区二十一系、2台十一から二十5へ車席を継承し、事実上廃車となった。区二十一系、二台は、初代と同様に荷物車もしくは郵便車への改造を、 経て、1968年、昭和43年まで在籍した。全長 12,141.2mm、イコール39フィート1インチの木造二重屋根、ダブルルーフ構造の車体を備える。前後つま面は、丸つま形状で、三枚の前面窓を配した、非貫通構造を採用する。運転台を両側つま面に備える、両運転台構造で、用扉は、 型階式で、側面両端部に、片側2箇所ずつ設け、側面窓構造は1段を落とし窓方式を採用。側面窓配置は、D3223D、D、客用扉、各数値は、側窓の枚数を示すである。車体塗装は、マルーン1色塗りとされ、車両番号、以下、車番は、前面腰板部左右に、金文字で表記された。 出力 50hp の直流直巻電動機を1両、あたり2機搭載し、速度制御は、各運転台に設置された直接制御機によって行う直接式である。台車は前述の通り、日本国内では、唯一の採用例となるドイツリンケ・ホフマン、LHL 車製の二軸ボギー台車を装着する。同台車は、側枠を板台枠によって構成し、 各軸箱上に板バネ式の軸バネを備える旅客用車両向け台車としては特徴的な機能、外観を有する。終電装置はトロリーポールを採用各社の屋根上に前後一本ずつ搭載した。前述した河川電圧の1500ボルト小圧に際して電位1型については制御方式が直接式かつ主電動機出力が低く。 デハイチ系電車など他形式との共通運用が不可能であることなどを理由として、1928年、昭和3年7月17日付認可により、全車とも電装解除、運転機器を撤去の上で付随車となり、左派21系21の25と解消、改版、河川電圧昇圧後は、デハイチ型など、他の制御電動車に牽引される形運用された。その後、 サハ23の25の産両については1929年、昭和4年12月9日付認可で車内の搬出を荷物室もしくは郵便室へ改造、荷物室、郵便室側の扉を拡幅し、サハ23は荷物合わせ作り車、サハ2 3型23、サハ24.25は郵便号作り車サハ24型24.25、 とそれぞれ形式区分された。同産両は、扉の拡幅に伴って、側面窓配置が B2223D、B 荷物用扉と変化した。翌1930年、昭和5年には、同年12月8日付認可によって、全車とも再度運転台機器を装備して制御車化され、区波21系、初代21.22。 区派に23型23区派湯24型24.25とそれぞれ解消された。また、同時期には屋根部構造を二重屋根、ダブルルーフから丸屋根、シングルルーフへ改造した。これら5両については、1940年代にイタリ各部の老朽化が顕著となったことに加え、同時期に勃発した日中戦争の影響による利用客増加に対応するため、 同五両の交代化、電動車加改造名義によって、制御電動車五両を申請することとなり、1938年、昭和18年9月27日付で認可、日本鉄道自動車工業、現、東洋工期へ発注された。申請車両については大枠を含めて、すべて申請することとし、不要となる、区波21系、初代21.22。 区ハに23型23区ハ湯24型24.25は名古屋鉄道名鉄へ全車とも売却同車差2250系2251から2255として導入される予定であった。しかし、戦中の資材難により申請車両の落成が遅れたことから名鉄には区ハに23区ハ湯25の2両が売却されたのみに止まり、 残る区ハ21.22及び区ハ湯25については戦後まで大見鉄道に残存した。改造名義によって申請された新車五両は1947年昭和22年10月に納入され区ハ21系2代21から25を称した。同五両は同じく日本鉄道自動車工業において1941年。 昭和16年に申請された派51系電車の車体長を12メートル級に短縮したような外観を有し、浅い屋根に上下寸法を大きく取った二段窓を備え、つま形状は緩い円弧を描く平妻型で3枚の前面窓の内中央部の窓幅を狭めた非通構造の3枚窓設計である。運転台部分には乗務員扉を備え、側面には 型開式の客用扉を片側2箇所設置。側面窓配置は D1D5D1D、D 乗務員扉、D 客用扉、各数値は側窓の枚数である。台車は日本鉄道自動車工業製の蛍光組立型釣り合い両式台車 NT-28B、固定軸間距離 1900mm、車輪計 860mm を装着する。 なお、同五両は、形式称号が表す通り、戦後混乱期における、物資不足を反映して、伝送品を一切装備していなかったのみならず、運転機器すら設置されておらず、実態は不随者であった。また、残存した三両の木造車については、区派21、系、初代21.22は1950年、昭和25年に、小道鉄道へ、 区波二24型24は1953年、昭和28年6月に、静岡鉄道へそれぞれ売却れた。もっとも、区二21系2台が収益した当時は、8日市宣伝化完成に伴って、電動車不足が生じていた時期であったにもかかわらず、同形式はいずれも事実上不随者であったことから、運用上難をきた。 収益から3年に満たない1950年、昭和25年2月10日付で区派23.25が、上田マリコ電鉄、現、上田電鉄へ譲渡された。残る3両については、区派24が1954年、昭和29年10月に、車内搬出を、有室へ改造すると同時に正式に付随車化されて、郵便号作り付随車俳優24型24と、 形式区分され、区波21.22は1958年、昭和33年4月に、デハニー 1K3.4 の型運転台化改造に、際して不要となった運転台機を転用して、変運転台仕様の制御車となり、客側の乗務員扉を埋め込み撤去して、側窓を増設、側面窓配置は D1D5D2 となった。これら3両についても、 区派21が1961年、昭和36年に、二24が1966年、昭和41年に、区派22が、荷物、合わせ作り付随車、派二22系22への改造を経て1968年、昭和43年にそれぞれ廃車となって、小道鉄道及び山形交通、現、山高へ譲渡され、 1> 電1系の車席を継承する車両は全廃となった。前日の通り、木造車体の区二21系、初代、反抗性車体の区二21系、2台とも、軽重量全車が他の鉄道事業者へ譲渡された。譲渡先においては、電動車化改造など、各種改造が実施されたが、1999年、平成11年に廃車となった。 長子電池鉄道で、ハ501、元尾美区派232台、上田マリコ電鉄も、二2231を最後に、全車廃車となり、現存する車両はない。前日の通り、木造車体の区派223型23及び、区派二24型25が1943年、昭和18年に売却され、 同社差2250系2253.2255として導入された。戦後差2251.2252への改版が実施され、晩年は実行線において運用された後、1960年、昭和35年3月に2両とも廃車となった。反抗性車体の区波23.25、いずれも2台が1949年、 昭和24年中2条とされ、翌1950年、昭和25年2月10日付で竣工した。導入に際しては、電動車化階像のほか、両側つまに運転台を設置して、両運転台構造となった。当初は、記号、車番とも、大見鉄道在籍当時のまま運用されたが、同年7月1日付で実施された、上田マリコ電鉄における、 一斉改版に際しても、派 2320K2321.2322 と解消、改版された。1969年、昭和44年4月の同社マリコ線前線、廃止によって余剰となり、も派2321のみが1972年、昭和47年に、銚子電気鉄道へ、再び譲渡され、同社で、派 500K501 として、 収益、1999年、平成11年3月まで在籍した。1950年、昭和25年に、木造車体の区二21系、初代21.22が売却され、同2両の大枠及び台車を流用して、反抗生車体を、自社、三成工場において、申請、制御電動車歴15系15.16として、導入された。 窓配置は 1D7D1 で上下寸法を大きく取った二段窓構造の側窓を採用するがリンケホフマン製の台車や屋根部の形状などに種車の面影を残した。ついで1961年昭和36年9月15日付認可で反行性車体の区ハ21系2台21を譲り受け運転台機器を撤去し 付随車機 51K51 51として導入した。前述の通り、尾道鉄道には区波21、2台の名義上の種車となった区波21、初代がすでに入線しており、同一車両の初代、2台が上渡先において並存するという珍しい事態が生じた。これら3両は、尾道鉄道が全線廃止となった1964年、 昭和39年8月まで在籍した。木造車体の区ハユ24型24が1953年、昭和28年6月に売却され、同月23日付認可によって、同社区配地形一、初代として導入、1960年、昭和35年10月26日付で廃車となった。 反高性車体の波湯24が1966年、昭和41年6月に、同じく反高性車体の波に22が1968年、昭和43年10月に譲渡され、前車は客車化改造を実施してハフ4、2台として、同車尾花沢線に、後車は両運転台構造の制御区配置として、同車高畑線にそれぞれ配属された。 いずれも山形交通への導入に際して、西武所沢車両工場において、車体延長改造及び更新修繕工事を施行。側面窓配置はハフ4、2台が D1D8D2、区配置が D1D8D1D とそれぞれ変化し、改造後の車体全長は 14,440mm となった。その他前後つまめ窓及び、戸袋窓のエッジゴム固定指示化。 客用扉の構成扉か、開閉可能窓のアルミ差し支化などが実施された。台車はハフ4、2台、クハ1とも、大見鉄道在籍当時と同様に NT-28B を装着したとされるが、クハ1については、実際には、TR10 類似の小型釣り合い両式台車を装着した。ハフ4、2台は1970年、昭和45年9月のオバナザー線廃止を機に、 同社三山線へ転属したが、全く運用されることなく1974年、昭和49年11月の三山線廃止によって、除籍となった。除籍後の同社は、三山線所属の他形式とともに、他社への譲渡を意図して、海味駅構内において保管されたが、約1年後に解体処分された。区配地は1974年。 昭和49年11月の高畑、戦前戦敗死と同時に除籍され、解体処分された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。